1945年8月6日、広島に原爆が投下されました。日本は世界で唯一、原爆、つまりは核兵器の被害に遭った国です。あの日のことを語り継いでくださる、語り部と言われる方々がいます。私は小学6年生の時、語り部の梶本さんからお話を聞く機会がありました。原爆が投下された時の状況や、その後どのようにして命をつないできたのかも、私たちに話してくださいました。また、原爆資料館では、私たちと同世代の子どもたちの悲痛な叫びや、生きていた証が残っていました。それを見た時、私はとても心苦しい気持ちになりました。なぜその子たちの未来は奪われてしまったのだろう。私は不思議でなりません。たった一つの爆弾で14万人もの命が犠牲になり、今もなお後遺症で苦しんでいる人がいること、生きたくても生きられないたくさんの命があるということを知りました。今世界には13,085の核兵器があります。ロシアとウクライナの戦争で核兵器が使われるかもしれない状況にあります。私はそんなことは絶対にあってはならないと思います。唯一核兵器の被害に遭った国だからこそ、同じ過ちを繰り返してほしくない、止めなければならないと思います。核兵器は何の罪のないたくさんの人の未来を奪う惨憺たるものです。なぜそのようなものを使ってしまうのでしょうか。使っても何も誰も幸せになれないのに、何も得られないのに。核兵器は人間が作り出し、人間が使うのです。だから使わない、作らないという選択を取ることもできるはずです。私はいつか核兵器のない世界になってほしいです。そのために今私たちができることは何でしょうか。まずは核問題について知り、一人一人が自分事として考え、絶対に核兵器を使わない、作らないという強い意志を持つことだと思います。あの日から約77年が経った今、若い世代の核問題に対する関心が薄れてきているのではないでしょうか。そういう人こそ積極的に知ろうとするということが大切だと思います。このような国際的な問題は一人では解決できません。しかし一人一人の人間が協力すれば解決できると思います。梶本さんとの話の最後に、私は5つの約束をしました。命を大切にする、食べ物を大切にする、家族、友達を大切にする、外国の人と仲良くする、そしてこの話を伝承していく。今生きていて帰る場所があって、食べ物があって、平和を当たり前に過ごせているのはなぜでしょうか。私はたくさんの方々が平和のバトンをつないできてくれたからだと思います。語り部の方が、その他たくさんの方々が、原爆、戦争の残酷さ、平和の大切さをつないできてくれたから、私たちの周りにいるたくさんの方々が今まで私たちを生かしてきてくれたからだと思います。そうして今まで平和が、命がつながれてきたのだと思います。当たり前だと思っていた平和は当たり前ではなく、たくさんの方に支えられて成り立っていたのだと思いました。平和はなくてはならないものです。それがなくなってからそのありがたさに気づくのでは遅いのです。平和に感謝し、つないでいかなければならないと思います。10年後、20年後、今度は私たちが平和のバトンをつないでいく番が来ます。その日のために、今私たちができることを一生懸命することが大切だと思います。